ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-493 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-493。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-493 の各実態は、標準的な人型オブジェクト用収容室と同程度の設備を備えた、財団職員用宿舎において個別に収容されます。SCP-493 の各実態には、標準収容プロトコルに反しない範囲において、財団に対し家具や備品の追加を要求する権利が認められています。要求の可否は、セキュリティクリアランス4以上の担当職員により決定されるようにしてください。SCP-493 の2および3には、セキュリティクリアランス2の財団職員として勤務することが許可されています。ただし、再構成の連鎖を防止するため、高リスクエリアに配属、勤務させることは許可されません。判別を容易にすることを目的に、各 SCP-493 実態の右上腕部には、指定番号をタトゥーとして彫り込むようにしてください。説明。SCP-493 は、遺伝子的に完全に同一人物であると確認されている、外見年齢20から90歳までの複数の男性により構成された集団です。若年の SCP-493 実体は、褐色の髪と目を持ち、身長約 1.7 メートル、体重70から90キログラムと計測され、ここの数値には食事と活動内容に対応し変化が観測されます。外見年齢が50歳を超えた SCP-493 実体には、壮年期脱毛の兆候と白髪の増加が観測されます。現在収容下にある各 SCP-493 実体には、英語に加え複数のドイツ語方言を使いこなす様子が観測されており、方言の多くには、若干のスイスドイツ語訛りが確認されます。また、SCP-493 の7及び8は、それらに加えスペイン語も堪能であることが確認されています。現在、7体の SCP-493 実体が財団により収容されているものの、供述する再構成頻度から推定し、未収容状態にある SCP-493 実体が少なくとも12体存在すると考えられています。何らかの理由により任意の SCP-493 実体が死亡した場合、その遺体は自然に腐敗し始め、数時間は非常な状態を維持し続けます。しかし、死亡から約3時間が経過すると、遺体の周囲に外見年齢20歳前半の SCP-493 実体が2名出現することとなり、出現した両 SCP-493 実体は、死亡した SCP-493 実体の記憶を完全に引き継いだ状態にあることが確認されています。この際に出現する2名の SCP-493 実体には、同一の記憶を引き継いでいることを除き精神的つながりや結びつきは観測されず、それぞれを物理的に離れた地点において生活させた場合、個人ごとに独立した人間として活動を継続することが実証されています。ほい。発見経緯。SCP-493 の1は、1963年にセキュリティクリアランス1の研究員として財団に雇用された4年後に、初めてその異常性を発現させ、財団に発見、収容されることとなりました。SCP-493 の1は、セキュリティクリアランス2を与えられた直後の1967年4月、日に、サイト19において発生した SCP の収容違反に巻き込まれ死亡し、その遺体は標準的な手順に従い取り扱われました。SCP-493 の1の死から3時間2分後、SCP の収容室前の廊下の清掃を担当していた B クラス職員より、ぼんやりとした薄い霧により構成された2つの人型を目撃したとの報告がなされました。それから約30秒後、該当地点において強烈な閃光が観測され、閃光が収まると、そこには2名の裸の男性、SCP-493 の2および3が直立した状態で佇んでいる様子が観測されました。その後、現場に到着した警備職員により両実態は拘束され、個別に聞き取り調査が実施されました。SCP-493 の2および3は、それぞれ自身の経歴を明らかにし、その内容は、財団により保有される SCP-493 の1の経歴や歯科記録とほぼ一致するものであることが確認されました。また、これまでに行われた調査により、SCP-493 のオリジナルである人物は、1699年にスイス、チューリッヒにおいて誕生し、プロテスタントの牧師として生涯を終えた後、1799年に最初の使徒再構成を経験したことが判明しています。SCP-493 の2および3の証言によると、SCP の収容違反に起因する使徒再構成は、これまでに経験した5度目の使徒再構成であったとのことです。
SCP-493 の H の再構成に関する詳細な家系図は、文書493の H を参照してください。SCP-493 が死亡するたびに分裂するのかについては現在までに判明していないものの、これまでに分裂が発生しないことを示す根拠や証拠は発見されていない。現在、SCP-493 の恒久的な収容方法の模索及び、分裂、複製を発生させない収容方法の発見を目的に研究が継続されています。尾行。未収容状態にあると思われる SCP-493 実体の探索は現在も継続中である。SCP-493 実体の複製体が指数関数的に増加し始める前に、その多くを収容下に置くことが当面の目標となるでしょう。しかし、これらの未収容下にある SCP-493 の全てを発見、確保する作業は、非常に困難なものになると予想されます。捜索すべき対象の年齢が不確定であるため、単純にその顔写真を周知するだけというわけにはいきませんから。博士。更新、493の1。1967年12月。日、エージェント。によりドイツ。において SCP-493 の4および5が発見、確保された。両実体ともに外見年齢は40歳ほどであるように観測され、これは死亡前の SCP-493 の1と同程度の年齢である。更新、493の2。1976年2月。日、アメリカ合衆国ニューヨーク市において、ホームレスとして生活する SCP-493 の6が発見、確保された。SCP-493 の6の発見時の外見年齢は30歳程度であるように観測された。事案報告493の A。1977年。月。日、SCP-493 の6が自殺を図り、その後死亡が確認された。その後に出現した SCP-493 の7および8は、自殺を防止することを目的に厳重な監視体制が敷かれた宿舎において収容が継続されることが決定した。更新、493の3。世界各国の政治的、宗教的な状況をめぐり、複数回にわたる激しい議論を繰り返した後、SCP-493 の2および3は、SCP-493 の5の収容宿舎を含む周辺区画での任務より自身らを外すよう要請した。要請は却下された。尾行。君たちはプロフェッショナルとして扱われている、それに見合った行動を取るよう努めてください。博士、1980年。月。日。更新、493の4。SCP-493 の2および3より、自身らの置かれた状況は規定36、副条項 8A において定められた。十分な監督なしに、特定の職員が収容下にある親族を監視することは許可されない、との条項に抵触しているとの主張がなされた。博士はこの主張を妥当なものであると判断し、すべての SCP-493 実態に対し、SCP-493 の2および3への接近を禁止する旨の通達を行った。尾行。私も知らないような細かな規定を持ち出し、余計な事務仕事を増やされるのは正直うんざりである。博士、1980年。月。日。更新、493の5。2005年。月。日、転倒した際に負った股関節骨折とその合併症により、SCP-493 の4が死亡した。その後、再構成された SCP-493 の4より以下のような発言が観測された。これまでに経験したものの中で1、2を争う不愉快な死に方でしたね。尾行493の BA。博士によりなされた、真に不愉快な死とは何かを SCP-493 に教育するとの申請は却下されました。尾行。彼らが生き残るかどうかなど些末な問題だ。私はこれ以上厄介な連中を増やしたくないだけなのです。博士。報告書の紹介は以上だ。何らかの理由により死亡すると、その死から約3時間後に、死亡した地点に外見年齢20歳前半の肉体と死亡する前の記憶を完全に保持した状態かつ、2体に分裂、再構成された状態で出現するとの性質を有する、遺伝学的に同一人物と判明している複数人の男性、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。その性質上、異常性の発言を完全に封じ込めることは不可能であるものの、各 SCP-493 実体が基本的に財団に対して協力的であることに加え、特殊な環境下に置かれない限り、異常性の発言頻度は低く抑え続けることが可能であるため、現在収容下にある実体に関しては安定した収容を実現できている、ということのようだな。そうみたいね。未収容状態にある実体の捜索は地道に行うしかないとして、遠い未来のこととはいえ、放置すると SCP-493 実体の数が指数関数的に増加し始めることは確実なわけだから、
その問題に関する対処や解決法の模索はどうしても必要になるでしょうね。ああ、そうだな。最悪、各 SCP-493 実態を、ある種の不死性を付与する異常性を有する SCP オブジェクトに暴露させることにより、死と再構成の連鎖を完全に断ち切るという方法も考えられるが、まあこれは本当に最後の手段だろうな。クロステストというのは基本的に何が起こるかわからないわけだし、最悪の場合は新たなオブジェクトが生成されたりもするものね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。